あー、日本がね1対0でね負けてしまったというね、まさかのねことですがね、まあ吉田がね敵にパスしたようなね、あのクリアがね、いつも通りかなというね、あの癖がねいかんですね、ほんとね。もうちょっとねクリアはねちゃんとクリアしないとね、まあかんですね。あれ失点につながるからね、大体ね、ああいうのは。まあ権田もね触っておるのが、まあ、取れんよ、あんなシュートね、取れない取れない、あれは触ったけどね、まあ無理だよね、参っちゃうよねあれは。日本はまあ上田がね、まあダメとは言えんけど、ちょっとそう前だろうがいいよな、まあ、やっぱりちょこちょこしてくれる分ね、ちょっとね最初前田でよかったんだよね、うん。で鎌田がもうちょっとなんだろうな、乗れないんだよな、なんか。で森田がね結構まあなんとかね やってたけどね、まあまあ、うん、思った、まあ、こんな感じかな。まあまあ遠藤もねなんとかこらえてたしね、うん、板倉もこらえてたしね、まあまあそうだな、まあ山根もねまあ結構やっぱりまあまあだったしね、積極性やっぱりあるしなと思って、まあまあだったな。まあ浅野がもう少しいいとこがね出せれたらっていう感じだけど、まあちょっと出せんかったかな今日は。硬いんだよね、コスタリカ硬いんだよね、なかなか。ああこれ点取れんなって感じは、取れそうだけど取れない、全然結局ねえな。キーパーでいいんだよね、コスタリカのキーパー結構いいんだよね、あれなかなか取るね。まあちょっと勝てそうではあったんだけどね、最初からの流れだとね、まあちょっと敗戦を痛かったかなあって、痛いよな絶対。0-0か1-1ぐらいにしなければいけなかったかなっていうね、今回のは。まあ、次スペイン戦なんでね、ちょっと、まあ、強敵すぎちゃったよね、なかなか。まあなんかね、うん、勝てそうだったんだよね今日、それがあれだったんだよな。途中、まあちょっと諦めちゃった感じになってるしね、なんかもう硬すぎて、相手が。まあ。まあ寝るしかないね、今日はね、みんな寝て。寝るしかないですね、あとはね、今日は。じゃあ歯磨いて寝ます。おやすみ。